はい、皆さんこんにちは、畑奇妙です。レッツボトムアップ。はい、おはようございます。今回教育に関してちょっと先生にいろいろお伺いしたいんですけど、はいはい、今話題のモンテッソーリ教育というのはご存知でしょうか？はい、知ってますね。簡単に言うと、ボトムアップにもものすごく、共有しているところがあるなっていうふうに僕自身もこう思ってるんですけど、要は子どもたちっていうのは自分で育てる力が備わってる、要は自分でできますよっていう、自己教育力っていうかね、そういったところがキーワードになっている教育なのかなっていう感じがしますよね。これ今結構ボトムアップと共通点も多いと思うんですけど、どのようなところがやっぱりボトムアップっていうのはやはり自らっていうのがキーワードなんですね。で、僕も0歳から6歳までのでボトムアップをそこでやったっていうのは ないんですけど、保育園からですね。ですから6歳ぐらいですかね、5歳6歳ぐらいのところからボトムアップ理論をその保育園の先生方に話をしたりとかっていうのはもうやってたので、そこでのなんか研修とか勉強会の中でやはりそのボトムアップとその子どもの教育っていうところで、非常にリンクするところが、要は自ら考える、自ら行う、子どもには力があるっていうキーワード、教えるとか教育するってなってくると、なんかその人に力がないからそういう力をその与えてあげるっていうキーワードがあるんだけど、そうじゃなくて基本的にまず自分で自分自身を教育する力っていうのは実は子どもはもう生まれた時からありますよっていう感覚、こういう意味で言うとですね、非常にリンクする場面が多いのかなっていう感じがしますよね。5歳6歳の子供にボトムアップを受けられる。そうですね、保育園でやってましたから、あのリトルニュートンっていうね、広島県にある保育園さんのところで、やってたんですけども、佐々木園長先生ね、がおられて、その方と一緒にメインになりながら先生方に、やっぱり大人が変わらないと子どもも変わらないので、そこにこう落とし込んでいって、でそこはボトムアップ理論っていうのでは教えてたんですけども、もともとそこは、脳科学、そのやっぱり小さい時からやはりこういった脳っていう一つのキーワードの中で、それを動かしていきながらスポーツにしても勉強にしても取り組んでいくということですよね。ですからもうそこ の保育園もですね、もう6段ぐらいの跳び箱バンバン飛んだりですね、逆立ちになったりとかですね、もう小さい時からそのできない、できるって入っていくわけなんですよ。これがボトムアップとものすごくよく似てて、要は物事ができる時っていうのはやってる本人ができるという思いと、教えてる先生方が君ならできるっていう思いがガッチンクした時に、この挑戦が本当に成功につながってくると思うんですよね。でも子供が、いや僕できないよ、先生方も、いやお前じゃちょっと無理だよ、こうした時ってね、ほとんどできないです。でこの、モンテッソーリ教育っていうのは本当に、自己教育、自分はできるから始まるわけですね。だから0から6歳まではその意識がないとしたとしても、その教育の仕方でいくと、例えば自分らで選ばすとか自分だって考えさせてみるっていうのを、その年代の中で、合うものを取り入れていけば、僕ものすごい効果が出てくるなっていうふうには、考えてますね。利点っていうのはどういうところでしょうか？利点はですね、やはりそのモンテッソっていうのは、僕もこうものすごく詳しく勉強したわけじゃないんですけども、自己教育力っていうので、0歳から3歳までを前期、4歳から6歳までを後期っていう形の中で、もうある程度のこうプログラムがこうできているわけなんですね。で結局そのやはり、キーワードはですね、主体性っていう言葉だったり、自主性っていう言葉だったり、あとは自己肯定感っていうのが結構大事になってきてて、でこれもボトムアップの中ではものすごく大事なキーワード、要はこれがないと、要は社会に出た時に、なかなかそのなんていうかな、活躍も見込みづらいのではないのかな、この力がないとですよね。
うん、ですからそういうところがものすごくどんな子にも、まあ、同じような形として、連動性があるんじゃないかなっていう感じがしますよね。うん、ボトムアップをちっちゃい頃からやってる子たちには何が違うんでしょうか。これはですね、要は小さいと子どもたちはなんていうかな、教えてもらうから始まるんですよ。受動的になってくる。でボトムアップっていうのはもちろんそこからも始まってくるんだけども、最終的には能動的に自ら動いていく、うん、ですからボトムアップを取り入れるっていうのは指導者側の方ですよね。先生側の方がその自己教育力、自らが、なんていうかな、そのやっていく、判断していく、改善していくっていうようなところが普通の教育とは違う、うん、だから教えるところからじゃなくてまずやってみるっていうところですね。まあ、例えばこの教育でいうと、生まれてく子っていうのはハイハイからやるじゃないですか。ハイハイも教えないですよね。だって理論的にわからないわけですから、0歳からで、ね、1歳2歳っていうのはね。で、まあ、ハイハイする、寝返りを打ってみる、立とうとする、これ自然なんですよ。立てと言わなくても立とうとするんですよ。ハイハイしてみて寝返り打ったりとかしてるんですよね。うん、だからそういったところをなんていうかな、周りの大人が、うん、うまく支えていくっていうのがすごく大事、うん、だからもうやはりこの教育っていうのは携わる大人の方がやはりどれだけ理解しておくかっていうのがものすごく大きな教育なので、ある意味0歳から6歳までっていうのを基本的に、まあ、生まれてからね、そこが勝負になってくるんだろうから、やはりそれが理解できるその教育者っていうのがものすごくテーマにはなってくるかもしれませんよね。うん、やっぱりそのモンテッソーリとかボトムアップを取り入れたい親御さんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、簡単に例えば家庭でできるとか、こういうことをすればいいみたいなアドバイスがあればちょっと教えていただきたいんです、もうこれはですね、アドバイスとすると信じてあげるってことですね、君ならできるってい う要はよく言うのは、あなた何やってもダメねとか、これダメねっていうネガティブな発言をするんではなくて、とにかくポジティブな発言で攻めていくってことが大事。ちょっとしたことでも褒める、ちょっとしたことまでいいね、できるよっていう言葉で攻めていくっていうのがものすごく大事。簡単に言うと、ネガティブな言葉を知らないぐらい、もう6歳ぐらいまではどんなことでも全てできたら褒めてあげる、小さなことも含めてね、そうしてくると子どもっていうのは結局自主性、主体性が芽生えてくると自己肯定感が高くなってくるので、自分はできる、自分は運が良い、自分には価値があるっていうのを小さいながらに感じるんですよ。そのためには携わる大人がそういう言葉がけができるか、まあ、言葉の法則でも僕は講演でもよくするんですよ。やっぱりいい言葉をかけていく、ありがとう、感謝という、それがやはりなんていうかな、直面した時に、困難に直面した時に自己肯定感の高い、人にちょっとずつなってくるんじゃないかな。そこがものすごく大事なキーワードになってきますね、ちょっと一つ間違えるとわがままな子に育つみたいな心配もあると思うんですけど、何がこう違うのかありますか。ですね、基本的にはですね、わがままのところで言うと、例えばしつけっていう言葉がありますよね。それとよく子どもたちにその、まあ、DV、まあ、体罰だったりとか、育つために力を使っていく。でこれって大きな違いは、結局自らできるようにしていくっていうのがしつけなんですよね。ですからよくテレビとかでも出てくる子供に対しての、その、なんていうかな、DV 的なことだったりっていうパワーはしつけではないんですよね。だからここで大事なのは、あくまでもどのようになるかっていうところが、自らできるっていうところが一つキーワードになってくるんじゃないかなっていう気がしますよね。でよく言われるのが、よく新聞にも出るじゃないですか、虐待っていうことが出ますよね。でその虐待としつけってこれ全然違うんですよね、子供を育てるうちでね。
うん、で虐待していくのがねしつけになってる親御さんがたくさんいるんですよ。でもしつけっていうのは自らできるようにしていくっていうのがしつけなんです。ですから虐待っていうのはその親御さんの感情で自分のなんていうかなストレス解消だったりとか、うん、それをすることによって子供が自らできるなんていうのは考えてない、こういうのは虐待です、うん、でもしつけっていうのはそれによってなんていうかなその次自ら自分ができていくっていうふうにこう考えていく。もうそうなってくると虐待のところが叩いたりとか暴言言ったりっていう言葉じゃなくなってくるわけですね。これ言われてね心がマイナスになって良くなるはずがないんですよ、子供のね。だから子供の心がプラスになるようにしていくのがしつけのキーワードですから、ぜひ、虐待しつけがこう一緒になって、逃げるのではなくてちゃんとしつけっていうこと、そしてしつけっていうのは、うん、それをすることによって子供が自らがやっていけるような力を身につけさせていく、それこそ、自己成長力っていうね、こういったところにつながるように持っていけたらいいのかなっていうふうに思います。だからしつけっていう言葉を本当に理解してやっていかないと、よくね厳しいことやったり厳しい罰せをつけてしつけなんですよって、うん、じゃあその後どうなりましたかっていうのがキーワードなんですよね。その後に自らできるように動いたか、自らできるように考えたか、自らできるようになっていったかっていうのであれば、これはしつけになってくるのかなっていう気がするので、要は甘やかしというよりは逆に言うとちょっと厳しい、キーワードかもしれませんよね、うん、ですから、うーん、ちょっと立とうとした時にもた、あの自分で、あ、ちょっと危ないなっていうギリギリのところでも手を出さないわけですから、あ、子供としては本当はこう支えてひゅってくれれば楽なことなんですけども、うん、でもそういった自らできるようにするために、やっていく手法というキーワードで言うと、まあ、どちらかというと子供にとって、うん、大変なことをやらしていくわけですからね、うん、まあ、考え方ですけども、どん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 その方が力がついてくるんじゃないかなっていう感じがしますよね、うん、お子さんにもやっぱり聞くっていう、そうですね、もう子供、要は早ければ早いほど、うん、こうイメージできてくるんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、もうねこれね習慣なのでね、もう自分のこう感覚の中でこうねできてくるので、だから僕らでもじゃあ記憶の中で0歳から6歳まで振り返ってみましょうってなかなかできないじゃないですかそんな記憶ってない、でもこれ記憶に残らないんです。でも体としては記憶しているんですよね、うん、ですからまあ胎教もそうですけども、どのような言葉をお腹にいる間にどう言葉をかけてあげるかも今大事っていうふうにこう言われている中で、やっぱり、そういうような感覚を持ちながら、うん、その携わっていくっていうのはすごく大事ですね。ですからなんていうかな、これも要は学習サイクルみたいなのも、ね、あるらしくて、見てみると選択する学習だったり集中する学習だったり、その達成する学習だったり反復だったり獲得だったりってあるらしいんですよね、うん、ですからその例えば自分でやりたいものを選んでいくとか、自分でやりたいものに集中するっていうことだったりとか、反復して繰り返してやったりとか、その態度をそれに向けて取り組んでいくっていう、こういうものにちゃんと分けて教育していくと、ものすごくなんていうかな、甘えずに、うん、チャレンジしていく子になってくるんじゃないかなっていう感覚はしますよね、うん、OK です。じゃあ最後ちょっとまとめの、うん、はい、結局でもあれですね、ボトムアップにしてもストーリーにしても、うん、こういう教育が大事なんだみたいなことがいいのかもしれないですね。そうですね、何にしてもですね、やっぱりこう環境を通してっていうのは僕はすごく大事だと思うので、だから子どもそして大人、まあ、先生そして環境、こういったその3つの物事に対して、もう自ら考えていろんな物事に取り組んでいく姿勢というか、自主的に主体的に、そして自己肯定感をしっかり持たせてあげる、そしていい言葉をとにかく投げかけていきながら、プラスの心を作っていくっていう面でいうと、ものすごく、共有性があって
すごく大事なことだと思うので、ぜひ、このモンテソーリ教育っていうところも含めてですね、うん、小さい時からやっていくっていうのはものすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。